お花見行きたい。はい、どうも、担当やじでございます。すっかりですね、もう春が近づいてきましたね。はい、まあ冒頭でもちょっと言いましたけども、お花見ですね、桜がもう、見られてるところもあるんですかね。きっとですね。はい、まあこの季節と言いますとですね、まあ花粉ですね、花粉ですとか、まあいろいろですね飛び散ってますけれども、はい、でそこでですね、今日はですね何をするかと言いますと、はい、エアコンフィルター、2年前のグダグダな彼も言ってましたが、この時期といえば困るのが花粉。私も目が痒くて、鼻水が出てくしゃみが出て、とても困ってます。でこのエアコンフィルターはね、そういった花粉や PM2.5 などの微粉塵をブロック、またそれ以外にもね、ウイルスからブロック、排ガスをカット、菌やカビからガードっていうAmazon ベストセラー1位のデンソーさんのクリーンエアフィルターです。はい、でね、今回用意したやつもまあ2年前と同じでね、この DCC7003 というやつだね。まあタント、これタントだからね、私の車、タントのやつだから、これになります。でね、2年前にはねなかったね、この第8車の中にね、ウェイクとね、キャスト、この2車種がね、追加されてるね。やっぱちゃんとね、これ適合増えてるんだね。ということでね、早速これから交換してみたいと思う。まあ非常にイージーな内容なので、ぜひガールズたちもね、一緒にやってみてください。それでは、レッツゴー。まずは、グローボックスね、これ開けましょう。そうすると、前回のね、ハットシールが出てきましたね。交換時期が、まあ1年または1万キロが交換の目安ですって書いてありますね。で、この時、前回の時に書いたのが平成29年3月、または9万5890キロメートル走行時。ということで、今平成30年だから、まあ、去年ね、交換してなかったということで、まあ2年経過してましたね。で距離の方も鍵をねこれ入れて、よいしょ、回すと、ここに出てきましたので、担当の場合はこれ押すとね、こう押すとこうやって切り替わるから、95,306 キロ、ということだから、まあ大体1万キロぐらいは走ってるということですね。ただ期間2年過ぎてるから、まあ交換したらダメってことだね。じゃあね、このグローボックスを外すところからいくよ。まずこの脇のね、ダンパーっていうんかな、これ伸び縮みする棒、これをここで入ってるから、これポンって横にやると取れる。それからこのグローボックスをね、上にこうはまってるからね、こうやってよいしょ、上に引っ張るようにして、取り外します。よいしょ、今片手でカメラ撮りながら片手なんだけど、まあなんとか片手でもいけるね。まあ車によって多少構造違うと思うからね、まあその辺ちょっと、まあネットとかで、調べると載ってると思うんで、やってみてください。そうするとね、こういうなんか箱みたいなの出てくると思うんで、タントの場合はこの白いやつにこのカバーついてるから、これをねこうつまみがあるから、これこうギュッギュッってね、やって手前にこう引っ張ると取れます。で、よいしょって、やると、はい、これが前回のエアコンフィルターです。さて、まあ、2年経ってるからね、どうなってんだろうね。じゃあ引っ張ってみようか。はい、取れました。心の準備をしないと。2年経過、1万キロ走ったエアコンフィルターの姿がこちら。なんかいろいろ入ってるね、挟まってるね。これはクモさんだね、これ。クモさんが死んでるね、これ。脱皮したかもかな、これ。いや、死んでるな、これな。死んでる。クモの死骸と、
虫の死骸挟まってるから。ああ、はい、まあ、あとね枯れ葉とかね、うん、まあ、ちっちゃい虫とか、まあいろいろやっぱ虫と枯れ葉となんかタンポポの種みたいな、うん、まあなんかいろいろが挟まってましたね、うん。あ、まあ、ちなみにね新品とちょっと今並べてみたね、あ、まあこのぐらい色味も変わるっていうことです。うん、まあやっぱ若干ちょっと薄汚れてるよねこっちはね、うん、新品と比べるとね、うん、はい、まあこんな感じです。あ、ついでにひっくり返して裏面もこんな感じ。あ、だいぶ黒いね裏面も、うん、だいぶ黒いわこれ。こうやって見るとほら分かるよね、うん、だいぶ黒くなってるよこれ。ほらこっちほら白いでしょこれ。あ、白いけどこっち真っ黒だもんねこれ結構。あ、こんだけ違うねやっぱ2年も経つとね。あ、でちなみにねこの黒いつぶつぶみたいなのがまあところどころあると思うんだけど、まあ、これがねここにも書いてある通りね、黒い粒は匂いを吸い取る活性炭ですっていうふうに書いてあります。うん、だからこれ活性炭ということで、うん、まあ良さげだよねこういうところもね。はい、ということで、取り出したらばねもうあとはこれ新品のやつを入れるだけでございます。アップって、ここに書いてあると思うんだけど、これがね上を向くように、矢印が上を向くようにして、入れる感じでございます。はい、これこんな感じ。あ、そしたらばねもうあとは元に戻すだけだね。うん、まあこれカバーをつけて、はい、パチンってね、するところまで、はい、で、あとはグローボックスをね、元に戻せば完了って感じです。あ、そしたら最後に、シールにね次回の交換時期とか書きます。よし、なんかちょっと薄いけど、はい、じゃあこれね、書いたらここまたね、見えるところにね、貼っておきましょう。よいしょ、こんな感じかな。よしよし、はい、終わり、はい、はい、ということでエンディングです。いかがだったかな。うん、まあ見ていただいた通りね、とてもいい字だったと思う。うん、慣れればね、まあほんと10秒ぐらいでできるんじゃないかなと思う。うん、下の概要欄にねまた今回の商品のリンク貼っておきますんで、ぜひね車内にクリーンな空気を運んでくれ。おっと、くれぐれも自分の車の適合確認は忘れちゃダメだぞ。それでは最後に恒例のアンケートコーナーに行ってみたいと思う。今回のテーマは You は花粉症？ぜひね上の方をタップしてお気軽に参加してみてください。ちなみにボブは花粉症とは認めてません。はい、それでは今日の動画はここまでだね。うん、この春もビューティフルカーライフ。